さあ皆さん、成城大学行ってみたいと思います。モートヨゼミ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の長文の全体像はこちら。段落は16、ただこれもちょっと全部やってるとですね、まあ視聴時間がなくなってるんですね、まあ、皆さんご覧いただけないので最初の12段落行ってみたいと思います。そして設問形式と設問数はこんな感じです。で皆さん、時間の都合上やっぱ問いの1番から問いの6番まではなんとか行ってみたいと思います。でそこまで行けば問いの7番と問いの8番どういうレベルなのかはこの辺りで確認が取れるかと思います。そして問いの9番の内容1問題、これは他の大学の対策動画それでも扱っておりますので今日は割愛させてくださいね。そして問いの4番ちょっと聞いてください。こちらの根拠は本部のあっちゃこっちゃに分散しておりますので、それを一つの画面でまとめることはちょっとなかなか難しいので、この4番だけはご勘弁いただいて、それ以外の問題ですね、そこの解説をきっちり言ってみたいと思います。ということで頑張りましょう。さあ皆さん、説明の指示はこちらでございます。でそれに目を通した後、こちら第一段落ですね。ここには設問絡んでいないので一読だけお願いします。さあ続いて第2段落と第3段落1文目でございます。で皆さん、ここ注釈ついているんですが、これですからね。で皆さん、このタイミングでこの問いの1番解けますので検討をお願いします。さあ皆さん、下線部ですが、私のお母さんのメロディーはですね、家族の秘密ではなかった、まあ、そういうことを learned 知ったんですね。で説明の指示にもある通り、なぜそういう事実を知ったのか、もちろんこの第2段落に前振りがありますよね。みずこの一番先頭の文章、 I used to think、 みず私は昔かつて考えておりました。でみずその歌が先祖から代々伝わってきている伝統だというように昔は私は考えていたんですね。ですが but、 みずは友達が曲を流すんですね。もちろんそれはベッドのそばにある小さなミュージックボックスで、そこから流れてくる曲を聴いて代々受け継がれてきた伝統じゃなかったんだと、つまり家族の秘密ではなかったというふうに判断したんですね。でさ、それで選択肢眺めていただきますと、まずは、あ、友達は歌ってはいませんよね。そして選択肢の E はおばあちゃんが出てませんよね。もちろんそれは選択肢の U も同じでございますとなってくると、選択肢の A が良さげですよね。友達のミュージックボックスから同じメロディーを耳にしたわけですから、選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。さみさん、第3段落と第4段落、ここは皆さん説問絡まないので一読だけお願いします。で皆さん、続いて第5段落と第6段落でございます。ここも皆さん説問関係ないので一読だけお願いします。で皆さん、次の段落でございます。ここは皆さん下線文2番に設問絡んでおりますので、この注釈を意識しながらまずは一読だけお願いします。さあ皆さん、この下線文2番の設問でございます。ブラームスのトリックの一つ、それに関して具体的に言い換えることができるものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、読むとですね、このトリックのうちの一つはジャンルのブレンドだと書いてますね。つまり融合ということですね。でその融合を具体的に言ってるところと言われたら、皆さん一番最後の文章ですよね。ブラームスは組み込んでおります、取り込んでるんですね。でフォークチューンズということですから、フォーク、もちろんフォークはこれですよね。そのフォークを自分の歌の中に取り込んでると。でそれで皆さん選択肢眺めていただきますと、まずはあ、ガールフレンドの話はないですね。で選択肢の E をすっ飛ばして、選択肢の U、 クラシカルミュージック into モダンミュージック、これも書いていないですね。そして選択肢の A は borrow ということですから、これだと借りるになっちゃいますね。組み込む話ではございませんね。ですから選択肢の E、 これで皆さん included、 含んでると、フォークソングの要素を含むんですね。でどこに行ってると自分の曲の中にということですね。ですから皆さん、この三角括弧で囲ったところ、そこと合致しますので E が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございますが、こちら下線部3番ですね。でこれに関する問いがこれでございます。説明の指示を一読していただいた後、この第8段落ですね、話の流れをつかむために一読をお願いします。さあ皆さん、下線部ですが、ブラームスは感謝の気持ちを示したかったんですね。
で、それのためにこの説明の指示にある通り、どのように行動したのか。それは今見えている第9段落の一番最初の文章。このあたりまで読めば答えが出ますので、この後皆さん選択肢もご覧いただきたいと思います。さあ皆さん、これで選択肢検討をお願いします。まずは選択肢の A ですが、皆さん、コンサートは開いていませんよね。そして選択肢の E の後半。その息子さんが安らかに眠れるようにという話もなかったですね。で、選択肢のう、ラブレターもそもそも書いていないですね。となってくると皆さん、選択肢の絵が良さげですよね。彼はスイートミュージックを送った。で、それは皆さん、第9段落の一番最初の文章ですね。ブラームスはその家族にスイートミュージックを送った。ですので、本文と合致しますので、絵が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、先ほどの段落の全体像でございます。一読だけお願いします。で、皆さん、第10段落でございます。こちら、下線部5番ですね。これに関する設問の指示がこれでございますので、検討をお願いします。皆さん、これは設問の指示に具体的にと書いておりますので、それがヒントですよね。で、じゃあ皆さん、筆者はどのようにして具体的な話ですよ。具体例ですよ。ということを読者に伝えるのか。それは皆さんご存知かもしれませんが、同じ品詞のものを3つ並べるんですね。例えば、ヨゼミ、河合塾、寸大。こういう感じで同類のもの。同じ形、同じ品詞ですよね。それを3つ並べると、予備校の具体例ということになるんですね。で、それを皆さん本文中でどこにあるのかなって探し出してみると、皆さんこのあたりですよね。Car speakers, television sets, and movie theaters というふうに皆さん同じ品詞、同じ形が3つ連続しておりますので、ここが具体例。ですからそこを含む文章、三角括弧でくぐりました。で、ここを訳して、まあ、しかも35字以内と書いておりますので、そこに収まってればよろしいかと思います。で、皆さん、文頭、songs、歌ですね。で、歌が push their way into the audience's ears ということで、聴衆の耳ですね。まあ、つまり、聞いてる人の耳に入ると。それは、車のスピーカー、テレビ、そして映画館ですね。そういったところで、皆さん、人の耳に届けば OK と。ですから、正解は、車のスピーカー、テレビ、映画館などで歌が流れ、人の耳に届くこと。みたいな感じで書けてあればよろしいかと思います。こちらを参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、次の段落でございます。こちら、下線部6番に対して説明の指示はこれですね。この皆さん、第11段落の内容を踏まえて、この下線部6番。つまり問いの6番ですね。それが解けるようになっておりますので、まずは一読をお願いします。まず段落の前半、このあたりご覧くださいね。適切な技術がなかったんです。それは皆さん一つの曲が素早く駆け巡るんですね。で、around the globe ということですから世界中を。ですから一つの曲を世界中の人に届ける方法。しかもそれを短時間で届ける。そういう技術はなかったんですね。ですから具体的に言うと、1824年にまずデビューしました。で、その後アメリカで最初にパフォーマンスをしたのは1846年。つまり22年後ですよね。そしてボストンでやはり最初に演奏するのにさらに9年かかってるんですね。ですから皆さん、時は1855年ですよね。だから皆さん、下線部6番に繋がるんですね。ですから、あらゆる最高傑作。それが皆さん、海を渡るのに31年かかりました。まあ昔ですから仕方がないですよね。適切な技術がなかったわけですから、まあ受け入れざるを得ないと。で、そういう話を踏まえていただいて、今から選択肢検討していただきますね。で、皆さん選択肢こちらでございますので、よろしくお願いします。で、皆さん選択肢の A をすっ飛ばして、まずは E。興味がありませんという話ではないですね。そして選択肢の U はアメリカのテレビ番組の話もなさそうです。で、選択肢の A は皆さん、後半は良さげなんですね。世界中に広がるのに数十年かかりますと。ただそれが皆さん選択肢の前半、異常でした。ではないですよね。ですから先ほども書いてましたが、適切な技術がないわけですからね。異常ではないと。
ですから昔は時間がかかるのがまあ当たり前ということで、さ、それを裏を返せば選択肢のあーにつながりますよね。 Today ということですから、今日では世界中を一瞬で歌が拡散するんですね。つまり昔は時間がかかるということで、さ、それの裏を返せば現代は拡散のスピードがむちゃむちゃ速いと、そういうところでアが正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。で、皆さんが持ったであろう感想をですね、ちょっと書いてみました。今のような物語文ですね。それで単語集で見たことのない表現が結構あるな。先ほどの問題もそう感じた方多いかと思います。ですが、説問のヒントとなる表現ですね、それは結構見たことのある表現で構成されてましたよね。私も皆さんが知らないであろう表現、それに関しては全くコメントすることなく、皆さんが見たことある表現ですね、それをヒントに解いてきました。ですから本文全体に見たことのない表現ですね、それがやっぱり多いとですね、説問もちょっと難しいなと感じてしまう方いらっしゃるかと思いますが、意外と正解のヒントになってくる表現ですね。それは皆さんが普段単語集で頑張って覚えた表現、それで構成されていることが多いんですね。ですから知らない表現に翻弄されない、そして見たことのない表現ばっかりでも諦めない姿勢が大事ですよね。ですからこういう状況を試験当日までに経験しておけば、試験当日こういう状況になったとしてもですね、心の準備ができておりますので大丈夫かと思います。ということで、参考になさってください。